皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと、最後の間、ゆっくりおみんなの場です。というわけで最後ですよ。結末が気になってしょうがないですね。びっくりした。というわけで、ここがメインホールですかね。パッと見た感じ上下と右に扉があるようです。ふむ、どこから攻略するのかしら？まずは下からですかね。金の扉の間ですから気合い入れないといつ死ぬかわかりません。待て待て待て、何にやられた。一瞬過ぎて何が何やらわからなかったわね。ああ、いつぞやの悪霊さんここにもいるんですね。ってことは、あいつがうろついてる空間を調べ回れってことですか。ある程度の法則を持ってうろうろしてるみたいね。それさえわかっちゃえば回避はできるんじゃない。さて、ここでは何をすればいいんですかね。本棚くらいしか気になるものがないのですが。お、何かあるわよ。これは、石像ですね。聖母が最も愛した日。なるほど、謎解きですか。その日をここから探せばいいのかしらね。なんだかよくわかりませんが華麗にスルーされたんですけれども。それはいいとして、10月20日は王が挨拶に来た日ですってよ。それだけじゃ愛した日なのかはわからないわね。ふむ、6月12日は貧民の子供に施しを与えたか。9月5日は聖母の生まれた日。とてもめでたかった。怪しいわね。で。積んだ。うわー。12月8日。聖母は父なる神のお告げを聞いた。聖母は自分より他人を優先する。自分の中では世界と父を愛していた。なんだかパッとしませんねー。やっぱりやばいやばい。4月28日。弱気を最愛し、世界に美しさを見たまま安らかに眠った。ふうむ、これまでの資料を見るに、とにかく弱いもの、とりわけ子供に特別な思いがあったようです。あのさ。ほう。誕生日の日に飼い犬が死に聖母は悲しんだ。ってことは誕生日ではなさそうですね。あの、そこどいていただきたいのですが。あらら、動く気はないみたいね。死ねとどうされるのですか。うわぁ。お、施しを与えた子供が成長し花束を送った。聖母はこれを喜んだ。多分さっきのヒントがキーですかね。ってことは、さていろいろあって戻ってきましたよ。おそらく答えは、貧困の子供に施しを与えた日、でしょう。やはり、0612、でしたね。ふ、イージーですね。というわけで先に進んでいきますか。暗すぎね。確かにね。一応棚も調べておきましょう。何があるかわかりませんし。おお、行ったそばからマッチ箱ゲットね。何に使うんですかね。カンテラの明かりにでもするのかな。秘宝。マッチ箱以外何もねー。あれだけ時間かけといてマッチ箱だけですがここでゲット。よし行くぞ。初見殺しね。はい、いいですね。よく頑張ったわね。よしよし、とりあえずセーブしましょう。ようやく一息つけますよ。さて、次は、右に行きましょう。嫌な石像がいるのだけれど、いい思い出ないですよね。なるほど。この空間では本を回収するんですか。おそらく右側のどこかにあるのよね。はてさて探しに行きましょうか。今のヒント、先人を敬えってどういうことです。ふむ、先人の残した爪痕でもあるのかしらね。あれ、ちょっと待って。今どうなったんです。もしかしてループしてる。なるほど。どうやら先人を敬わないと先には進めないようね。先人がいるってことは、何かしらの痕跡がある道を進めば到達するんですかね。ああ、道が崩れてたり血痕がついてたりそういった道を進めと。あなた今振り出しに戻ったわよ。でへ、やっちゃいました。黙って進む。ぜ。いかにもヤバそうな扉に着いたんですけれども。ここには何もなかった。らしいわね。冗談じゃねえですよ。ぬわぁ、びっくりした。なになに、何が起こったの。え？ああ、そういうことか。あの罠部屋に行くんじゃなくて、登ってきた階段を降りればいいんですね。ふ、イージーですね。なるほどねー。それで、何があるのかしら？表紙が青い本ですって、これを最初のところにあった本棚に入れればいいんですね。本に価値を見出し。ですか。三代さんはなかなか見る目がありますね。読もうと思ったら開かないらしいです。残念。何があるかわからないのでセーブしときましょう。というわけで青い表紙の本を本棚に収納しましょうかね。よし、石像、わかってるな。いや、そういうことじゃなくてね。この石像め。行くぞ。パーははははは。
なんとまあイージーなことですね。よくできました。というわけで石像が動いたので新しい通路に進めるようになりました。何ここ？保健室のような、病院のような、診療所のような。墓があるのだけれど、しかも薄い三代さんのですよ。これも、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 全部三代さんの墓じゃないの。この世界でもいじめられてるのかしら。墓石まで用意して、あれ？しまっちゃいましたよ。どこかに解放するための設備があるんじゃない？レバー見っけ。これで出られますね。なんで死にに行ったし。とっさに判断できるかーい。よし、今度はちゃんと見てレバーを下ろしますよ。よし、来た。というわけで反対側に来ましたけれども。ここにも本が落ちてるわね。お？もしかするとカンテラの取説？確かにその可能性が高そうね。説明書ゲット。おお、カンテラの光量を変えることができるようになりましたね。火種はちょうどマッチ持ってるし、どこで使えるのかしら。あ、そういえば、銀の扉の先。暗くて進めない場所ありましたよね。ああ、そういえばあったわね。確か合いの間だったかしら。とりあえずセーブして、多分上の扉の先で光量調整必要になるんで操作に慣れときましょう。まずはカンテラをいじりまして。すごいわね。明るくしたり暗くしたりできるみたい。これは便利ですね。操作も簡単ですし。はい。西は常に東と対称であれと。ってことは左右対称にしろってことなんじゃないかしら？ああ、なるほどです。魔女の家で似たようなギミックがありましたね。ほんで左右対称にすると正面のドアが開くと。ひとまず部屋を覚えましょうか。あいあいさ。ふむ、これが東の部屋ですね。ここが西の部屋。さてさて、まずは何を動かそうかな。とりあえず剣の向きを修正。対称にしなきゃいけないので反対を向くように。椅子の向きが違いますね。そういえばタンスって開くのかな？はぁ？もうここから先はどの空間にも初見殺しがあると考えた方が良さそうです。初見殺しを踏むのはうまいものね。なるちゃんばりの皮肉やめてもろて。多分これが最後です。今の音は開きましたかね。やったぜ。というわけで、あの間もいよいよ大詰めっぽいので先に暗闇の先を調べに来ました。そういえばまだ見に来てなかったわね。何があるのかしら。この先ですね。おお、カンテラのおかげで明るいですね。な、何ここ？これまた似たような通路ですね。闇雲に行ってもしょうがないんで、謎を解く鍵を探しましょう。怪しい。これは、暗くすると何か浮き出てくるやつですね。なるほど。右の左上と左の左下に行けと。了解です。まずは右の左上ですね。あとは左の左下ですね。ああ、ここは鏡の空間か。お、ゆずちゃんの鏡ね。早速迎えに行きますか。というわけで、見ていきますか。ちょっと覗かせてもらいますね。7年前の鏡子ですか。平和な記憶だといいわね。前回の記憶がなかなかなものだったから。うつろちゃんと鏡子に来てるんですね。あれから仲良くなったのか。よかったですね。確かにねー。短いから履かないのかもね。そこがゆずちゃんらしいですね。あら、親友になれただけでも大きな一歩よ。そういえば、この子前にも自分の名前を揶揄するようなこと言ってましたね。はは、ゆずちゃんの明るさは底なしね。確かにミステリアスな子ではありますよね。大人びているというか、不思議な雰囲気の子です。へ？突然どうしたのよ。そりゃそういう反応になりますよね。一体どういう生活をしたらそういう結論に至るのかしら？ゆずちゃんに一票。な、何か不吉な雰囲気が漂っているのだけれど。
思議というか、ヤバそうな雰囲気もしてたんですけれども。やっぱり三代さんとは全然雰囲気違いますよね。記憶を取り戻すだけなら鏡を壊す必要ないみたいだし。それともゆずちゃんが偶然大切な記憶だけを回収していってるから違うように見えているだけか。どちらにせよ、明るくはなさそうですね。お礼ですか？なんでしょう。謎の鍵？ひょっとして中心部のドアの鍵？その可能性大ね。戻ったら使ってみましょうか。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。